やっぴょー、カメでーす。今日はですね、ゲゲゲの鬼太郎の話をしたいと思います。鬼太郎か、何があるかな。なんだはーやっほー、山です。カメ仙人のために気配薬開発してきました。気配薬か、それ本当に。はい、気配薬です。なんかもう、やばいじゃないの。やばくないですよ。じゃあ寝らせてもらいますね。はーい。やめろ。よーれそう。なんかだらだら垂れてるぞ。おい、そりゃ気配薬ですからね。いや、めっちゃ垂れてるんだけど、こっち側。ちゃんとやめろって、本当に。本当やめろって。はーい。ちゃんと虫がね。何塗ってんだ一体。だから気配薬です。気配ないだろ、そんなんで。だからやめろって、マジで。あなたの髪きっと生えてくる。やめろって、ほんと。どうですか。いや、気配る気しないぞ、これ。聞きません。聞かないだろ。マッサージが足りないじゃん。いや、そういう問題じゃないって。マジでやめろって。え、マジでやめろって、ほんとに。どうですか。さすがに聞かないだろ。聞かない、まだ足りないかな。いや、足りないとかそういうんじゃないわ。足りないとかそういうんじゃないわ。塗ってるやつ考えろ、塗ってるやつ。え、だから気配薬違うだろ、どう見ても。じゃあ何だと思うんですか。もう気配薬違うっての。いてててどこまでやってんだ。いてよ、まず。聞きました。どうだろうな。交換色。よろしければ、チャンネル登録、高評価、交換色、お願いします。悩み無用、あなたの髪きっと生えてくる。やっほ、山でした。って何言ったんだ、これ。大丈夫か、これ。こんなんで本当に毛生えんのか。